会を作れたことは本当に公共的な意味もあったなと思って、ぜひともですね、たった私たちの話とかではなくて、これは東京の日本のある時代に確実に起こったクリエイティブな一つの出来事、それが今日の皆さんのプレゼンで表現されていたのではないかなと思っております。僕は午前中で冒頭お話しさせていただいたように、もともとアーティストとして活動していて、やはりこの131をきっかけに社会彫刻っていう、いわゆる先ほど何度も出てきた社会を芸術化する、全ての人間はアーティストなんだと、芸術家なんだっていうところにですね、重きを置いて、そこの日本橋の活動の中で学ばせていただいたのが、やはりその明治になって子どもたちの学校は自分たちのお金と自分たちの土地で作ろうよとか、あと江戸の100万人の人が半年間食べられるようなお米を民間で備蓄しようよっていう、そういう公共性がこの社会彫刻を作る上のコアにあるんじゃないかという仮説が立ってまして、それで今日は100、アーカイブ含めると131人を超える人たちの素晴らしい実践と、その自分の内面、うちの深いところから主体的に起こっているプロジェクトをつけて、本当に僕もまだまだやれることあるなと思うのと、もうむしろ日本がこれからね落ちていくんだったら、ここからなんかこういうマインドの人たちと緩やかに横でつながって、ぜひとも新しく社会をよりアップデートしていきたいなと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ここにですね、人類対話の場を作ろうというところで、今はもう人類だけが対話してもどうも世界は良くならないようだと、人類だけではなくて人類以外の他の生き物、他の生物、自然との対話を前提に、人間だけが話し合ってももう世界は良くならない可能性の中で、人と自然との関係性を再創造していくような、そういうまた一つの実験場を八ヶ岳のお山に作らせていただきました。ちょっと次のページで、アートとともに未来のコモンズを創造し発信する場、ここはやはりアートとともに、それも今の現代美術で、もともとアートっていうのはここは縄文中期中心の祭祀が行われていた場所で、もっと市民というか、もっと庶民というか、もっと生きてる人たちの横にアートがあったのが、気づいたら知らないうちに博物館とか美術館とか真っ白な場所にしか保管されなくなったアートを、もう少し根源的にアートの意味を問い直しながら、アートとともに未来の共有地、コモンズ、共有財を作っていこうと。で、幸いにもここはもともと江戸時代の入合地なんですよ。江戸時代の入合地をアーティストたちとともにアップデートしていこうっていう場所であります。次ありますか。そうですね、まあこういう本当に大きなロケーションのところに作らせていただきました。次お願いします。そうですね、次お願いします。で、まあ入り合い地だったというのもあって、本当に手つかずの自然が丸ごと残っていて、まあ、その中で異不信を感じて、そこに宗教ではなくて、宗教がという概念以前の宗教性とか人間の精神性とか、そういうものが存在している場所で、ぜひ都市で起こった一個の実験場がここでしたけど、まずは八ヶ岳に一個実験場を作りましたんで、まあマイクロバスまでは用意できませんが、皆さんをぜひ一度ご招待したいと思っておりますので、ぜひ遊びにいらしてください。そして今日の、皆さんのプレゼンの、やはりそのこれは僕たちが頑張って作ったからできたものではなくて、明らかにやはり皆さんのその思いがこういう場所にやっぱり結集してきて行われていると、これを受け止める受け皿はやっぱどっかに何か必要だなと思ってるので、東京に小さな場所でもいいので、ちょっと集まれる場所をまずは作りたいと思っておりますので、そんな話も見えてきたらまたご報告いたしますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、では縄文でごめんなさい、お待たせしました。